てしないよ。ここは天界の底にある深淵という牢獄。光も生死もない場所だ。あいつの精神体がまた元に戻ったぞ。なんという力だ。腹が減った。奴はそこから出られないよな。怖いなら引っ込んでろ。寝てんのか。起きても俺たちは相手にはしねえ。かつての盗人がこのざまだ。呆れたぜ。鬼族から天人を救った英雄だというのに、悪と魔人が救う魔窟に蹴り落とされた。抗ったところで結局俺らと同じ羽目になったんだ。そもそもこいつは盗人でも何でもねえ。利用されただけだ。帝釈天にな。帝釈天にとってこいつはただの踏み台だ。起きた。逃げろ。おいおい、お前だ。そう、お前のことだ。その名を二度と口に出すな。覚えとけ。精神体が封じられたてめえは何もできねえよ。そこから出られる天人など一人もいねえんだよ。ほう、この鎖は俺を封印するためにあるものだと思ってるのか。逆だ。俺からお前たちみたいな虫けらを守っているんだ。ほざけ。いくらてめえでもここから離れられるわけがねえ。俺たちと同じただの囚人のてめえがな。お前でちょうど100人目だ。は？この程度の代償は払ってやるよ。てめえ、まさか。イカれた野郎とは聞いてるが、てめえも変わらないじゃねえか。ここどこだと思ってんだ。魔人、悪鬼、罪人が救う深淵だぞ。てめえはもう天人の盗人なんかじゃねえ。封印を破る代わりに精神体を失っちまったんだ。この深淵にもてめえの居場所がなくなったんだぞ。自由のために力を捨てちまったてめえは、力だけでなく自由まで失ったんだ。てめえを切り刻んでやる。
物覚えが悪いようだ。さっきまでその口で食ってた。強き者は生き残り、弱き者は滅ぶ。力がなければ自由はただの絵空の具。愛情と憎悪を持つことなどもってのほかだ。昔の俺は愛や憎しみ、そして人とのつながりを大切にして普通に生きたかった。どうやらそれはただの高望みだったようだ。なら魔王になってやる。このアシュラが100体の魔人を切り倒し力を取り戻す。そして再び天に返り咲き、人々を虐げたお前をひざまずかせてやる。よく見ておけ大釈天、燃え盛る深淵の炎で偽りの天国を塵も残さずに焼き尽くしてくれ。